さて、今週も終盤に入ってきましたが、バンラル八戸今シーズンの新加入選手特集をお送りしたいと思います。第7弾はこちらの選手です。じゃあご自分の背番号とお名前を自己紹介どうぞ。背番号30番黒石孝也です。よろしくお願いします。お願いします。はい、民謡琵琶湖滋賀から、バンラルにやってきてくれた黒石選手にお話を伺いたいと思います。今日は3月6日金曜日の練習後にお話を伺っております。今日もお疲れ様でした。ありがとうございます。今日も風強かったですね。そうですね。今日トレーニングいかがでした？今日はもう明日試合ってことで、トレーニングマッチありますね。ちょっと軽めの調整だったんですけど、まあシュート練習とかして、まあみんな気合い入ってるって感じです。ああ、いいですね。練習後に皆さんご飯も食べたと思いますけど、今日の献立は何でしたか？今日はとわかめときゅうりの吸い物と、と三色丼みたいな感じです。お味は？美味しかったです。どうですか、こう練習後にこの地域に住んでるお姉さま方が何で笑うんですか。美味しいお肥料を提供してくださっていることについてはどんな気持ちですか。そうですね。と練習終わってすぐにご飯食べれるっていうのはだいぶその体の疲労とかも取れるんで、だいぶありがたく思ってます。名前覚えてもらえましたか、お姉さま方には。今日ちょっとちらっと黒石さんって呼ばれたんで、あまださんかでも覚えてくれてるんだって思いました。そうですか。わかりました。はい、1月の中旬にチームが始動して、2月に3週間キャンプがあって、そして戻ってきて、またちょっとこっちが雪とか寒さとかでしたけれど、ここまでの調整振り返っていかがですか。そうですね、キャンプはもうサッカー漬けだったんで、みんないい強度で、まあ、しんどいところもありましたけど、いい強度でやれてて、まあ、こっち帰ってきてちょっと雪とか降って、雪の中でサッカーしたり、それもそれでまた楽しかったりもしてたんで、まあ、開幕に向けていい感じで来てるんじゃないかなとは思いますね。キャンプは相部屋、ルームメイトは沖縄、千葉、それぞれ誰々でした。沖縄がとチカラさんと丸くんと良一くんで、と成田キャンプが丸くんと相馬です。お、個性的なメンバーに。そうですね。そっか、じゃあ谷尾選手とは同じ部屋、ずっと1ヶ月いかないぐらいずっと一緒にいました。どうですか、八戸が誇るスーパーエンターテインメントスター谷尾浩也と一緒に暮らしてみて。マル君ちょっと寝るんが早いんで、すごくもう8時とか8時半ぐらいになったらもうベッドに入ってるんで、沖縄キャンプの時も良一君チカラさんも結構寝るん早くて、はい、もう10時ぐらいになったらもう部屋真っ暗みたいな状況だったんで、一番寝るの早い部屋。そうですね、ですか。もう自分がちょっと他のチームメイトの人とかと喋って、はい、9時とかに帰ってきたらもうマル君良一くんだったりはもう寝てるんで、すごい。チカラさんを部屋真っ暗にして携帯いじってるとか多分一番早い、寝るのが早い部屋だった。あ、そうなんですね。思います。さぞ賑やかだったのかなと思ったら全く、そうです。そうです。あ、でもやっぱりこうすぐ明日に備えようっていう、もうそんな感じですね。でも感じなんですね。なるほど、なるほど、わかりました。チームにはまあ3週間もキャンプ行ってましたから、もう慣れました。そうですね、みんないい人たちばっかなんで、まあ、来た時からいろんな選手が話しかけてきてくれたりして、結構馴染みやすかったかなと思いますね。これまで一緒にサッカーしたことある選手って今のバンラーレではいますか。一応伊勢、同い年。そうですね、同い年で、圭太君が自分の高見選手、そうです、自分の高校の一校上の先輩がとちっちゃい時に圭太君とずっとサッカーしてて、おでかぶってはないんですけど、圭太君もヴィッセルで、そうですね、自分も小学校と中学校ヴィッセルだったんで、あ、なるほど、かぶってはないけど、そのヴィッセルのつながりっていうので一応知ってることは知ってました。そうだったんですね。
そして黒石選手は民謡から移籍してきてくれたわけですけれど、多分中口さんの指導を受けたことがあるのも黒石選手だけなのかもしれませんね。そうですね、うん、改めてそのバンラレに移籍することになったきっかけってこうどんな感じだったんですか。そうですね、去年民謡さんでも結構試合には出させてもらえることもできてて、うん、でもちょっと自分自身もちょっと上に挑戦したいなっていうのを考えてた中で、ちょっとバンラルさんの方から話があったんで、ちょっとここは挑戦して、ちょっと寒かったりちょっと環境がガラッと変わりますけど、うん、そこは自分のまたプラスにしていくためにも挑戦しようかなと思って、ちょっと移籍を決めましたね。うん、去年 JFL で決めたゴールが横綱本田 FC 戦でのゴールだったんですね。そうですね。どんなゴールだったんですか。左サイドでボール受けて、右サイドバックの人がクロス上がってきたのを胸トラップしてボレーシュートみたいな感じだったんですけど、すごい初ゴールだったんですね、相手も。そうですね、しかもホームホームの最終戦ですね。 1-0 で勝つ試合の。そうです。じゃあ結構思い出に残るゴールだったんじゃないですか。そうですね、相手がやっぱ本田 FC っていうのもあったし、それまで試合に出させてもらってたけど、結果も全然出せてなかった。サポーターの人にもそろそろ頼むよみたいな感じで言われてたんで遅かったですけど、自分のゴールで勝つことができたっていうのは結構思い入れが深いっていうか。中口監督はどうですか、民謡時代と八戸時代で違います、同じですか。あんまり変わらないですけど、うん、民謡の時からサッカーにすごく熱心な方なんで、うん、これから全然チームとしても良くなっていくと思います。わかりました。八戸は1月に始動して、3週間八戸いなかったので、あれですけれども、どうですか八戸の印象は。寒いです。寒いのが一番ですかね。自分も神戸、そうですね、兵庫、滋賀ですからね。今までが滋賀に行っても寒いですけど、ここまで寒かったことなかったし、雪もあんなに積もってる雪なんか見たことなかったんで、ちょっとテンションが上がるっていうか、だから雪の中でサッカーした時とかもちょっと楽しくて、逆に新鮮。そうですね、新鮮な気持ちはありますね。冬道の運転とか初めてでしょう。そうですね、ちょっと怖いとこはありますけど。ご自身のこのチームで活かしたいポイントだったり、サポーターさんにぜひ自分のこういうプレーに注目してほしいとかいうところあったら教えてもらえますか。ちょっとやっぱいろんなポジションをさせてもらってたりはするんですけど、自分がちょっと前目の方で出たら、縦の突破、推進力を活かしたドリブルだったり、ゴールに直結できるプレーを見てほしいなと思います。じゃあいろんなポジションでもプレーできる。去年とかは、去年は最初は右サイドバックで一応デビューさせてもらって、そこから右サイドハーフ、はい、左サイドハーフ、左、はい、でフォワードお前とかですかね。だから右サイドバック、両サイドハーフ、フォワード。すごい。左も、利き足はどっちですか。右足です。右、はい、左もやったり。そうです。八戸ではどうですか。八戸では練習試合とかは右サイドバックで今出ることが多いんですけど、練習だったら左サイドハーフだったり、たまに左サイドバックとかもやったりしてますね。でも個人としてはやっぱり前の方で
そうですね。ずっと大学までフォワードだったんで、うん、前目のポジションがいいなと思いますけど、うん、まあでも監督に求められるポジションだったらもうそこをやるしかないんで、うんうんうん、考えてやっていってます、ね。うん、わかりました、はい。どのポジションで J リーグデビューするのか楽しみにしたいと思います。八戸では何かお仕事は黒井選手はしてますか？そうですね、1時から学童保育の方。おお、緑の風。そうです、いるか。はい、結構ここでお勤めの選手は多くないですか？そうですね、多いですね。 7,8 人はいるかな。そうですね、 7,8 人ぐらいいると思います。じゃあ子供たちのお相手。そうです、今ね、新型コロナウイルスの影響で学校も全部お休みになってしまっているわけですけど、学童の様子どうですか最近は？そうですね、子供たちはみんなもうマスクつけてもらってるんで、でも元気です。外遊び行って走り回っても疲れ知らずというか、羨ましいですね。そうですね。何して遊んでますか今は？今はまあ中だったら、まあ、みんな積み木重ねたり、外出たなら鬼ごっこだったりやってますね。名前は覚えてもらいましたか？さっきものご飯つけてくれるお姉さんにもそうでしたけど、子供たちには何先生？高谷先生でも。高谷先生、はい、覚えられてます。あ、そうですか、はい。の今ね、こう多分子供たちも春休み用の課題というか宿題というか渡されてるかもしれませんけど、そういう勉強を見たりとかもするんですか？そうですね、宿題をかやったら、うん、先生たちに見せに来ないとダメなんで、はい、ちょっと見るんですけど。チェックするんですか？チェックするけど、これ合ってるの？おいおい。自分自身もわからないのもあったりするんですけど。あ、でもそういうところは子供たちには見せちゃダメですよ、はい、うん、だからあ大丈夫だよって言って。どんな問題ですか？いや、なんかどんなんやろ、算数とかの文章が多分自分たちの年代になったら変に解釈してしまって、子供たち用なんで簡単に解釈したらいいけど、うん、これひねってるんかなひねってるんかなって考えしまって、うん、って思ってるうちにちょっともう頭がごっちゃになってきて、多分大丈夫だと思うって言って多分なんだそうか、うん、じゃあ今日もこの後ですね。そうです、はい、楽しいですか子供たちと一緒に？楽しいです、可愛いです。あ、はい、そっかそっか、わかりました。じゃあ子供たちから元気吸い取られるんじゃなくて元気もらって、はい、はい、頑張ってほしいと思います。はい、まあ、ちょっと新型コロナウイルスは J リーグにも影響してまして、今のところ今日の3月6日のインタビューの時点では、まあ、バンラレは1周試合が伸びたという感じですし、まあ、ちょっと多分皆さんニュースとかも見てると思うのでちょっと不安な気持ちもあるかと思いますが、まあ、その中でもどんな気持ちでサッカー取り組んでますか？そうですね、1節2節延期になったっていうのをプラスに考えて、うん、まだその J リーグが開幕するまでに時間があるっていうことで、そのチームのみんなとそのコミュニケーションだったりコンビネーションを高めていくのには最適な時間がもらえたかなっていうふうに思ってるんで、うん、その一日一日の練習を無駄にせずにやっていきたいなと思います、うん、はい。では、今シーズンの個人そしてチームとしての目標を教えてもらえますか？そうですね、チームはやっぱ昇格圏内に行くことで、うん、個人はそうですね、5ゴール5アシストはしたいなと思います。随分謙遜してますねそうですね、それ以上取れたら、うん、最高ですけど、うん、とりあえずは5ゴール5アシストでアシストもやっぱりこだわりたい？そうですね、そのゴールに直結するプレーをしたいんで、うんうんうん、ゴールかアシストっていう
目に見える結果を求めてやっていきたいなと思います。分かりました。はい、では最後になりますが、サポーターへ一言メッセージをいただけますか。まだまだ全然八戸のこと知らなかったりするんですけど、まあ、このチームのために精一杯頑張る気持ちでここに移籍してきましたし、応援の方よろしくお願いします。はい、じゃあこれから毎週トレーニングマッチもね入ってくると思うのでアピールして、はい、はい、ぜひ、公式戦のピッチに立ってほしいと思います。はい、はい、ということで今回のバンラーレ八戸の新加入選手特集、今日は三尾宮古滋賀から移籍してきてくれました黒石隆也選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。